はい、というわけでおはようございます。すすきの YouTuber ドルフィンこと玉様でございます。はい、今回はあまりね、今までそんなにやってきてないんですけど、こちらですね、激辛もの、激辛焼きそば弁当、北海道限定のね商品なんですけども、はい、ちょっとね太麺です。はい、こちらを食べてみたいと思います。ちなみに参考までにあれなんですけど、僕の辛さ耐性はココイチでいうとまあ、4辛ぐらいなんですね。はい、4辛が、美味しく食べれる限界なんですけど、5辛ぐらいからはちょっとちょっと辛いなっていう感じになってます。はい、まずね開封してみましょうか。はい、火薬こうね振りかけ、液体ソース、だから色が違いますね。でもこれがもうソースの中に辛いやつが入ってると思うんですけど、でちょっとしたあの焼きそば弁当を食べるコツ、ね、この麺のね下に具を火薬を入れる。そうするとこう湯切りの時にねなんか具がこぼれないので、はい、よいしょ。はい、あ、ちょっとお湯沸いたみたいですお湯沸いた。はい、じゃあねお湯入れていきたいと思います。はい、では結構こうね結構赤黒い感じでソースが入りました。これねよく混ぜたいと思います。匂い的には、辛そうな匂いはする。なんかラー油っぽい感じの、よしと、ふりかけ、ね、ふりかけもね、あ、なんかちょっと唐辛子っぽいの入ってるかも。唐辛子パウダーって書いてあるんでちょっとね分かりづらいんですけど、こういう、はい、なんか普通の青のりだけじゃなくて唐辛子っぽいの、赤いのあります。はい、ふう、辛そう。これいただいてみたいと思います。いただきます。あ、でも美味しい感じのまあ後から来るな結構。あ、結構辛いですこれ。うー、辛いあー、すげえ、なんか太麺にしたのはすごいいい感じですね。なんか普通に美味しい、うん、ちょっとうまみのある辛さなんですけど、このあの食堂のとこが、あの食堂のとこが辛いあれがありますね。はい、というわけでね、YouTube 側の締めをやりますけど激辛焼きそば弁当北海道限定でした。結構ね辛い、まああのとりあえず10段階評価としてまあ評価すると、僕の中では6ぐらいかな。うん、6。はい、まだね絶対食べれないっていう領域ではないですけど、はい、辛痛の方は結構いいと思います。はい、あー、なんか敏感な人はねなんかおすすめできないですけど、はい、よかったら食べてみてください。以上、ドルドル TV でした。またね。